テタンスラルバの生息環境スタッフシリーズ79です。はい、皆さんありがとうございます。これね、あの職人の、右側ね、ダダブです。でいつものようにこれも、携帯ね、縦に、やつらが一応取ったそのままのサイズなんですよね。これ携帯で縦に取った、サイズですので、これをまあ横にね、いつもちょっと半分、画面半分ぐらいまでに引き伸ばしたりしてるんですけどね、少しね映像がちょっとぼやけたりしますんで、横幅は非常にあの狭いんですけどね、ご了承いただいて、で、その横にね、静止画ですけどね、ちょこちょこ変えていって皆さんに、ちょっとでもね向こうの環境の雰囲気をね、理解していただこうということです。はい、で今これダダプね、植林ダダプ見えてますけど、これ幹の部分とね、枝が細くいっぱい出てる部分がね、色が違うと理解してもらえると思うんですけども、これね樹皮の色がねちょっと違うんですよね。またその辺はね、詳しく調べてみなあかんですけどね、どういう、餌としての幼虫のね、菌糸やらマットに変えてね、どういう結果が出るんであろうかっていう、まあ、それも基本全部普及段階によると思うんですけどね。これも若木ですよね。で、やっぱり枝が細いうち若いうちはね、このグリーン色がね、強いんですよね。で、何ですか、トゲトゲっていうのがね。で、これ今見えたでしょ。細い枝に葉っぱがついてる細い枝に行くに従ってトゲトゲがいっぱい残ってるでしょ。で、これが特徴なんですよね。多分これはまあ草食動物とかにこの葉っぱが食べられんようにみたいな、まあ。そういうことで、その葉っぱがね一番その木の成長に重要なので、まあそういうふうに進化したんじゃないかなと、想像します。はい、これもそうですね。ちょっとまあ葉っぱわっさわさで見えませんけどね。まあ、あちこちからね、なんか枝もう出れるとこあったら全部出たろうみたいなね、枝が出てます。ここにもね、こんな低いところからね細い枝が出てますけど、はい、太い部分よりやっぱりね、葉っぱが直接ついてる細い枝ね、でトゲトゲが多く残ってて、でグリーン色、色が、グリーンで青いと、まあ青いって言うと思いますね。正式には緑色が濃いっていう形になるんですけど、まあそんな感じでね、どんどん葉っぱをつけて細い枝が出てきて、成長してますよっていうことなんです。もう高いやつであればね、2メーター半ぐらい成長してるやつもあります。で、今準備 してますんでね、日本へ送る準備をしてるんですけども、もうね、乾燥機も買おうと思ってるんですけどね、木材のね、木材の乾燥機言うたって大したもんじゃないんですよ。
要は衣類乾燥機ですよ、向こうにね、あるやつ。でそれをネットに入れてね、乾燥しようかなと思ってるんですよね。これ今左見えてるでしょ、あのブサッとぶっ刺してる幹のね太い部分はちょっとグレーっぽくなってきてる。でそこから出てる3本のね政治家の方ですよ、枝はねグリーン色が強くなってるでしょ。でそのこの細い3本出てる枝からなおかつまだ葉っぱをつける細い枝はね、余計にこの緑の色がね濃いっていう状態なんです。これ動画の方でね見て取れると思いますけどね、こういう感じですよね。はい、こういう感じで育っていくいうことなんですよね。こんなんもう皆さん植林してないとわからないでしょ。実際ね、今まで歩いてきてダダプがあったとかいうだけではね、この成長過程とかいうのがねでわからないんですよね。で色でこのトゲトゲもね新しい発見です。これ植林したからこそ分かることやったんでね、僕今までこのねあるところにはなんか2枚貝をこの太いね幹もう何メーターも上にね高い木のダダップのやつに何の、まあ、種類が違うのかどうか知らんけど二枚貝をね、ぶっ刺したようなね、木があったんですよ。同じダダップでもね。で、これが種類が違うのか違わへんのか、ちょっとこれ、正直わからないです。でも、植林したダダップに全部に言えることはね、こうやって、まあ、植林したやつ、老生儀はね、まだまだ、そんなないですけど、全部に言えることがね、こうやって、枝が出てきたらグリーン色が濃くて、で葉っぱがつけてる細い枝の方はねもう一つグリーン色が濃くて、で葉っぱが逆にガッと広がっていってるっていうことですね。めちゃめちゃ成長早いです。はい、はい、動画の真ん中の動画見ていただいたら分かると思うんですけど、これ、畑のね、まあ、山道ですけどね、だいたいこういうとこ歩いていくことが多いですけどね。まあこの辺はねバナナやらアブラヤシはちょっとね基本少ないです。でもうちょい標高の低いところやったらトウモロコシとかね、うん、やってますよね。ほんでまあカカオ、やっぱカカオが多いかな。カカオバナナっていうところでね皆さん栽培してね生活の糧にしてやあるんですけども、実はですね、うちのスタッフの、イボ兄弟の、兄貴がいるらしいんですけど、ね、まあ、その人がね、アチェの方でルワックコーヒーではないですけどね、コーヒー園やってましてね。でその人が別途に生姜、土生姜ね、向こうの生姜どうなんでしょうね美味しいかどうか分かりませんけどやってはるんですよね。でその畑に行くこれ途中やったかな、もうちょい後のやつやったかな、なんですけど、微妙にまあ赤土は赤土なんですけどね、微妙にそこの土はちょっと違うような気がします。一応ダダップは育ってるんですけどね、やっぱり畑で育ててるもんが違うとそこにいる微生物もやっぱり変わってくるんじゃないかなと思うんですよね。でそういう意味でも同じダダップでも例えば暖流化したね黒い土のところやら通常のこのね今左側に静止画で写ってるこれ今切り替えましたけど、ダダップとかね、ほんで、例えば生姜の栽培してるその地下茎に、まあ、生姜は地下茎ですからね。で、その土壌とね、だいぶ微生物も変わるんじゃないかなと。まあ、これも完全に想像ですけどね。まあ、もしそこに、チタンス幼虫が入るとすればですよ。まあ、他の幼虫でもそうですけど、まあ、どれだけの違いがあるのかなというのはね、ちょっと比べてみたい
気がね、まあ、非常にします。これは村の人ですからね、これ関係ないですけどね、はい、これ言ってます、ね、こういうところもね気をつけないとね、ほんまに足元いろんなやつがおるんでね。この人らはねもうあの基本草履で入らはりますけどね。ちょっと服が部分的に破れてるのが気になりますが、はい、アチェのプトゥルベスン、プトゥルベスン、ガイルベスです。標高どんなもんでしょう。600、700ぐらいかな。ざっくりね。600もないかな。ここね、ちょっと標高はっきり、聞いてないんですけどね。あ、この方は長靴履いておられますね。うちのスタッフだけですね、ちょっとバカ野郎あ、草履で行きよるからね、これだあかんよって言うんですけどね、これだだっぷですね、はい、で、この、あ、多分ね、僕ね、一人一人知らんのですよ、協力してる方のね、顔も。ただね、これやっぱり案内してくれてるいうのは、これ植えてるよっていうのをほんまにこう見てくれてるんでね、多分協力してくれてはる一人じゃないかなと思うんですけどね。はい、皆さん見てください。もうこのね、雨降ったらこうしのげへんでしょ。だからこういうところでね、作業してあるんですよ。ここあれ生姜ですよ、生姜。今ちょっと固まってあったでしょ。ここのところね、木炊いてね、ちょっとまあラーメンとか簡単な料理作ってね、一日この後で仕事してで帰らはるんですよ。皆さんどうです、これ生姜ね、これ生姜。もうなんかいっぱいあってしょうがないね、これこれどう、美味しいんかな。あのね、ジンジャー系のね味がする食べ物ってまあちょこちょこはあったんですけどね、それほど生姜のこの味がしっかりするようなね食べ物はあんまり記憶にないんですけどね。多分生姜のまあ匂い消しとか、そのあと生姜を入れても他の味が濃すぎるんで味が消えてるのかなと思うんですけどね。あのこのスタッフシリーズ79はね、あの生姜の味のお届けじゃないんでティタヌスの生存環境なんでね、そこはしっかりちょっと言わないとあかんないですけどね、はい、畑のね、いろいろなのですんで、畑のね、端の方にね、ああやって植林していただいてるということです。で植林してとか回ってるんですけどね、まあ、今見せてるやつは基本的にはまだ部分的にでも、ね、多分ね皆さんね、あの部分伐採がほとんどやと思います。あの日本の大爆抜きみたいな感じでね、あのなんていうのかな、幹の太い部分だけを残、あの例えばですよ、1メーターぐらい残して、あと上伐採とか、まあそういうのはしないですね。あの回転が悪いんでね、はい、まあできるだけその、枝のね部分を切ってっていう風に、ほんで栄養価も高いような気がします。やっぱりね葉っぱに近いんでね、はい、ということで、こうやってね、あのいろんな斜面でいろんなところで、で僕行ってね、やっぱ確認せんなのですよね。これ生姜ですよね、生姜。僕あの日本の生姜ってどういう風に作ったのかわからないけど、これも皆さんどう思います。これ下ちょっと暖流化してるように見えるでしょ、土が。これね多分ね、これも根球菌でね、窒息的になんかおると思うんですよ。これ生姜がそうなのどうなのかちょっと僕知りませんけど、あの土を見るとボソボソのね暖流化してるように見えたんですよね今。ですんでね、あの結構ひょっとしたら幼虫にはいいのかなと思ったりね、ちょっと
幼稚も小学生だろうかもしれませんけどね。はい、ということで、場所を変えて、でね、いつもオートバイでね行きますけどね、なんかね今オートバイがねめちゃめちゃ調子悪くてボロボロでね、前もね半年ぐらい前かな、お金送ったとオートバイ買ったんですけどね、なんか知らんけどボロボロの買いよるから半年も経ったうちに潰れちゃってね、ちょっともう愚痴ってますけどね。で、これね、こういう道、まあちょっと小町なところやったらね、手の行き届いたところはこうやってコンクリート打ってます。でね、いいんですけどこれね、バラスが入ってないんで、要はね小石が入ってないんでモルタル状態なんです。モルタルをねこう引き詰めてるんで、すぐねああやってめくれるんですよ。まあそれでもね、バイク走れるだけねまだマシですよね。はい、これが農道の幹線道路みたいな感じですね。こういうところもあります。でもう全く道がない、獣の道しかないところもあったり、獣の道もないところもあります。もう完全に例えばディスカバリーとかね、ナショナルジオで出てくる完璧なジャングルいうところもやっぱり入ったり、もう点でバラバラです。まあできるだけ入りやすいところで、撮影したりねしますけど、あまりにね向こう行った時に、あまりにちょっと日当たりが過ぎるようなところばっかりだとね、少しちょっと奥ばった原生に入っていこうかいうことも指示しますんでね。まあ皆さんにはいろいろなパターンね、もう車からパッと横降りて子供と手つないで、あここにいるっていうようなところのポイントもあればね、もう前スタッフがねナタで切り開いて下一歩一歩を確かめながら歩かなやばいっていうところもね、まあそういうところからいろいろありますけどね。まあでもそんなね多くの茂みの深い深いいうところはねまあほぼいません。チタンスの場合はですね、ほどほどやっぱり日当たりのいいところが多いですけどね。この今左が画面変わったね静止画の方も、根元が差し障る幹の部分とで上の部分の色がねやっぱり違うでしょ。はい、二股の分かれてる部分からでもあからさまに違いますよね。でまたこのそれぞれの枝のこれに、直接葉っぱがついてるわけじゃなくて、もう一本細い枝がねあそこで四方葉っぱからビャー出ようんですよね。その枝はねもう細いトゲトゲだらけです。そこに葉っぱがつくんですけどね。まあこうそういう映像です。でこの下見てもらったらねいい状態ですよね。赤土ではあるんですけどボソボソっぽい、ちょっと湿度がねだいぶ高そうなんで、そこがどうかなと思うんですけど、この右の方はダダップの老生木やと思います。この静止画のね右側の太いやつはね、はい、でこの根元なんかに結構おるんじゃないかなと思ったりするんですけどね。ただねこの植え方あんまりちょっとよろしくないんですよ。老生木のすぐ近く今はねちょっと離した方がいいです。3メーターぐらい離した方がいいんですけどね本来は。はい、そこ多分分かってないと思うんですけどね。やっぱりね光受けてなんぼなんでね、葉っぱの横に広がった葉っぱのね、特に特徴のあるねもう光をできるだけ浴びてもう成長に、重きを置くみたいなね、そういう葉っぱはね光がよく当たるところの方がいいと思います。ちょこちょこ左のね見えてるのはこれはカカオのね畑でございます。これ多分カカオやと思いますよ。カカオですね。はい。いっぱいなってますよねこれ。わあいっぱいなってる、いっぱい。これね皆さんカカオもねまたコーヒーのね世界のコーヒーのベルト地帯。いわゆる熱帯雨林のねある程度の範囲の中でしかコーヒーって育たないんですけど、カカオはねそれより狭いんですよ。ですんでね
カカオができるところってなかなか貴重なんですよ。まあでもね、あの二足三毛みたいな値段ですわ、やっぱり。ほんでね、今やっぱりね、コロナ禍でしょ、インドネシアはね。で、下手したら世界一やばいんちゃうっていうようなレベルになってて、あのね、空輸も輸出もね、しっかり今までのようにちょっとままならんような状態でもあったりとかね、するんですけど、まあ安いですわ、値段が。はい、あ、そこそこ太いですね、このダダプね。ああ、もうあからさま、もうこの白い斑点が出だしてますよね、下の部分はね。はい、ほんで上行くとちょっとトゲが残ってるパターンがあるでしょ。はい、この幹の方はもうトゲも落ちてますよね。で、上がちょっとトゲが残ってて、ほんで細い枝がちょこちょこついてるところにはもうトゲだらけで葉っぱがついてると、こういう状態なんですよね。これでどんどんとあの葉っぱを増やしていきます。先にね、枝とか細い葉っぱをあの増やして大きくね、たくさんね。で、最終的に幹、下の幹がグググググググッと太くなりながら大きくなるという感じです。はい、これは、あれですね。これはね、安手ですかね。ムカデじゃないと思いますね。なんか顔がね、違うんでね。安手やと思うんですけど、ムカデですかね。なんかね、あの昔掘れ言って、あの何ですか、恐竜とかのもっと前の時代ですよね。いつの時代なんでしょうかね、あれ。石炭紀より少し後やと思うんですけどね。このアースロプレウラーやったかな、あれはムカデなかなか知りますけどね。あのどっかで見たことあるんですけどね。そういうね、形をしてるんですよ。あの横ちょっとなんかあのベッと横ビッと出てるでしょ、あんな感じでね。多分これ安手でしょうね。はい、でね、なんか2メーターほど新しいですよ。でもそれあの動物食、その肉食じゃなくて草食やったらしいです。こんなんが 2メーター言ったらもう最悪ですね。ジュラ紀あたりになるのかどうか知れませんけどね。はい、なんかいたらしいです。それのなんか名残じゃないでしょうかね。これ皆さんほんでね、まあほぼこのボソボソ、もうこれ腐食材ですね。軟腐球菌も下手したら通り越し、部分的には通り越してるかもしれませんね。はい、こういうのにはね、クワガタね、まああの窒素化合物はだいぶ多いと思います、変換されてね。ですがクワガタはちょっとしんどいかなと思うんですけどね。これだけちょっとボソボソやとね、多分平田も卵は産まないかなっていうぐらいのレベルですね。でね、あのまあこれは植林のダダプですけどね、まあ、近くに、まあ、これが大きいダダップやったとしてもね、こういう、もうあの奥ね、あの軟腐球菌がはびこったような、それの慣れなの果ての、腐食剤みたいなね、そういう状態になりつつある剤です。これはちょっとなかなか、入りづらいかな、ティタンスとしてはですね。まああの根太系はね、いる、あの入ってる可能性はあると思いますけどね。こんだけわさわさ生えてるとどこに何の木かわからへんけど、で皆さん、あの先ほどからですね、植林をしてるところね、これあっちこっちに植林してるよということなんですけどね、だいたい斜面にあの植えてるでしょ、はい、
まあ、あのほぼ斜面しかないんですけどね何やお前そうやったら最初から言えよ話ですけど、あのね、まあそうなんですけどね、これまあ雨上がりなんかなんか分かりませんけどね、非常に湿度が高い状態でね、あんまりグツグツは良くないので、定期的にこうやってね、あの根の周りとかもね、こう何ちゅうの雑草をね刈る作業は必要みたいですけどね。この左のあの白い部分があれな、何だかわからないですよ。あれキノコかな、自体のキノコが生え出してるのか、あの最初の普及しだして木が部分的に死んだところにキノコ菌が生えてなんかなとはちょっと思うんですけどね、左の静止画のね。はい、あのね、もうこういうありとあらゆる、努力してます。これね、植えただけなくて、まあまあ適当にはですけどもね、あのこうやってね草刈りもせなあかんのですよね。で日当たりがねちょっと悪くてね、湿度が高いとかだしだしだ類が生えてるでしょ。でね、そういうところでもまあダダップ、あの立ってるとこはあるんですよ。であのティタンスもいることはあるんです。ただしあのね、今までそのサフシリーズで原生林の中で見つけた The Intelligence of Truth Team Bio、はい、見つけたやつはあんまり大きいティタンスは確認されてません。はい、でね、これ実はですね、もう一人のスタッフが、まあちょっとあのいきさつはもういいですわ、とりあえず、僕はまあ、ちょっと行けとは言ってなかったんですけど、ね、まあ、あっちの方に出向いて、でね、なんか、ボロボロのバイクを借りたかなんか分かりませんけど、はい、2人の幼虫を、掘ってくれという、まあ、指示はね、うん、だから僕はあの行けとは言ってないんですけど、まあ、行きよったので、2人おるんであれば、あの幼虫をね、いい撮影ができると思うから、2人協力して幼虫の撮影をしてくださいと、指示をしました。でそれで行ってるところなんですけどね、まあここにもいろいろな問題があるんですが、あの今日ご紹介したね、あの植林のね根元はもちろんね、まだ幼虫はいませんけど、まあ、その横とかにね大きなダダプトがありましたので、ね、まあ、そういうところが、ね、をね、協力して掘ってくれればいいんですがバナナ畑です、動画ね、はい、バナナ畑、ここはバナナが、植えられてます。ほんでまた皆さん、このバナナの成長もものすごい早いですよ。ダダップどころやないですね、バナナはね。で実はね、ここ実はもうこれ、あの見てくれたのはね申し訳ないんですけど、先に言うんですけどね、幼虫が、撮影できてないです。でね、どう意味を取り違えてどうなったのかいうのは、細かく、まあ、お伝えするのはちょっと話が長くなるのでこれ省略しますけど、まあ携帯の不具合とね、で一部まあちょっと意味合いを取り違えてたいうのもあって、でね、仕事する前には僕そのやることの理由とか意味とかね、で日本のファンがこうやって
あなた方の映像を待ってるよと、お金をいただいて待ってるので、あ、だからそれ還元してるでしょ、だから、同じようなね、映像ではなくて、いろいろ工夫して、見てる人側のこんなん見たいかな、あんなん見たいかなっていうのをね、考えながらやっぱり撮ってくれないとダメよと。で、僕もそれは指示してます、もちろんね。ただね、わかりましたよ、一発でパーンとこう、なかなかこう、反応がこの、なんていうかな、ストレートにパーン返ってくるっていうではないですよ。ここが、もう、正直皆さん、自分でもね、まあ、自分のスタッフなんであれなんですけどね、ストレスの溜まるところです。たまにホームランとか打ち寄るんですけどね、まあ、ほとんどがボテボテのゴロ、ゴロか。まあ、三振言うことないんですけどね、撮影行っとるんで。まあ、難しいです。あ、これコーヒーですよね。野生のコーヒーよね。これってトラップね、まあ作っとるんですけど、まあほっといたらいいんでしょうけどね。これね、皆さん正直なところが、自然にウロがあくまで待ってるとティタンスが全然入らないです。これは事実です。でね、自然にできたウロにもね、当然ね、いいティタンス入るんですけど、ちっちゃいねこれめちゃめちゃちっちゃいね。入るんですけどね、個体数をね、ある程度の形でね、でこいつらが増えるということはね、こいつらを食べる他の動物もやっぱり増えてくるしね。で木々も増えるんでね、ある程度認めてはいるんですけどね、トラップはもう。でまあ奴らの生活の糧なんでね。でもまあパッと見なかなか痛々しいんでね、木がねとは思うんですけど、一番左側ね、一応静止画全部使い果たしましたんで、はい、申し訳ございません。何ですか、使ってるね、衛星のテキストメールを打てる、ガーミン社のね、あ、もうカカオ食べれますよ、多分。中の埋め込みの、ガイルエス KEC プテルベトンって書いてありますけど、これね、緯度経度書いてありますけど、埋め込み、これは埋め込みです。 NPC チームバイオとも書いてありますけど、ガーミン社にまさか NPC チームバイオって表示できる部分はないので、お間違いのないようにということです。左のね、映ってるこれでしたら、これはね、ジャングルどこでもテキストのメッセージはね、打てますんで、洞窟とかでない限りね、ジャングルのどこにいても Wi-Fi 届かへんところでも、電話はできませんけど、もう衛星回線の電話使っても高々にでね、そんなことする必要ないので、電話できませんけどね。これはね、もうどこでも、充電さえ、あればね、どこでも繋がりますんでね。携帯届かへんところでも。で、これね、非常に精度が高いです。非常に精度が高い。で、位置情報もね、もちろん取れますんで。はい。これもリアルタイムで取れますんでね。ほんでね、これね、まあなかなか優れるもんでね、ほんでね、まあ僕は、もうそんなに早く感覚、移動する感覚を別に、確認するわけじゃないんでね、まあ5分か10分ぐらいでいいんで、それぐらいの感覚のやつありますけどね、2、3分に1回ね、位置情報がね、取れるっていう契約もあるんですけど、まあそこまでのはしてないです。中の上ぐらいの契約、衛星回線の契約でね、位置情報を把握してますということで、はい、あっちの
ルセルの山々でございます。非常に怖いです。これだから今これ2人なんですよ。どういうのかな、まあ僕一応伝えたんで、まあここは言いましたけどね。まあ例えばですね、皆さん皆さんもご想像できると思うんですけど、幼虫を掘るときにまずじゃあ木を探す、まあそれでもいいじゃないですか。で、ダダプがありました。でダダプがあってこうやって、例えばメスがいた、オスがいたってね。でこの下掘ったらいいですよね。で例えばですよ、個体が全然 見えなかったら次の木に行ってみるのわからんでもないんですけど、あこれ違うね、あこれ違いますね、あこれパリやね、これ多分パリちゃいます、メスやまたオスでしたね。ですんでね、オスだけがいるとこでもいいんですよ。下にメス潜ってる可能性があるんでね。だからそれをねこう考えないのかなとかって思ったりするんです。成虫取るのはね非常に長けてるんですけど、それ以外のことがねやっぱりこの細かいところまで観察することが頭がね、見てるところが違うんですよね。で取ることに関しては長けてます、もちろんね、僕よりもちろんのことながらはるかに長けてるんですけど、だからねやっぱりね指示していかなあかんですよね、逐一ね。これだからパリのメスちゃいます、この全球廃盤ね、どうかな、上あ筋いってますね、パリやね、はい、これはパリが多いのかなと思うんですけどね。でこの二人がかりで成虫をね、取るなとは言いません、取るなとは言いません、取るなとは言いませんが、なんか幼虫を探せって言うてるんですよね。難儀でしょ。でね結局ねこれ幼虫はこののところをね、まあ、取るとしたらこう取ったんやけど、送信するときになんかその映像がエラーになっちゃって、でもうちょっとしたら出てくるんですけどね、音が飛んでる映像があったんですよ。だから嘘ついてるわけではないんですけど、難儀な話ですわ。映像が送れないと、その幼虫のね掘ってるところのということで、じゃあ意味ないよねいうことでね、はい、あなたは内緒にアジに行ったのよいう話で、北スマートラ戻って自分で撮りなさいよ言ったんですけどね、一人でやれと、だからね二人で重ねてやられたら二人のその値打ちがないとあかんでしょ。何しに行ったんやろと思ってね、バイクで散歩しに行ったんでしょうかね。なんかここのチタン、さっきからちっちゃいですねちっちゃいね、ちっちゃいのがあかんとは言わないんですけどね。この下を掘らないとダメですよね皆さん。で次行った時ね、ちょっと僕はスコップで、おちょっとスコップ持てってスコップ持たせて、ね、でここ掘れば待ってちょっと掘らしますよ、はい、で僕も掘ってみてね、で幼虫がねどういうところにいるのかいうのね、これちょっとこましな大きさですけどね、皆さんにね綺麗なカメラのね
4K 以上のカメラでね、皆さんにそこの生息環境をねお見せしたいなと思います。まあこのまずこの下にはいるとは思いますけどね。The intelligence of truth team bio。 はい、で、今話してたんが、これです。これね、音声がもうないんですよ。これも面白いでしょう。せやけどもっさい携帯ね持っとるからね。まあ四六時中湿度が高くてね、まあ暑いところなんでね、携帯もね、まあ寿命早いかな思うんですけど、それでもですよ、まあこいつら iPhone で絶対持てませんけどね、それでもですよ、僕向こうではなんかサムスンかハーウェイのまあアンドロイドが何ていうのかな、もうほとんどらしくてね、で何万かまあ3万円ぐらい出したまあまあまああるのはあるんですけど、でねまあそんなに3万円ぐらいだったらそんなに高価な携帯ではないですけどね、向こうでも。それがね1年で赤いようになるんですよね、大概が。これがもう不思議でしゃあないんですけどね。まあ、いてますね、いてますね、いてるんですけどね。でね、幼虫をメインでこの撮りなさいって言ったんで、この成虫の映像の多さはいらんでしょ、皆さん。どっちか言うと下掘ってる映像が多いということで、成虫の映像なんかちょろちょろといいじゃないですか。僕は二人がかりなんで、成虫と、幼虫を撮りなさいよ、言うてるんやからね。で、幼虫の映像が、エラーがあって、バグったといえど、さっきから成虫の映像ばっかりでしょ。難儀な。ということでね、チタンスの生息環境、これね幼虫を含めてお伝えしようと思ってね。で、植林してるところはねあったんでね、その土とかね、で似たようなとこなんですよ、下の土壌はね。だからまあこのタイトルで皆さんにお伝えしてきたんですけども、まあトラップの生えてるやつだけを見せるだけでね、ことが済めばそんな楽なことはない。そうは問屋が下ろしませんよ、いう話。はい、今回もご視聴ありがとうございました。いきなり終わりましたね。ありがとうございました。